まあツアーもね、スタートしたばっかりで、ツアーの前にもですね、福岡でプレミアムジローっていうね、バースデーライブをですね、やりまして、その福岡からね、東京に戻らずそのまま仙台に行って仙台でゲネプロして、で本番やって、で函館2日間本番やりまして、大盛況というかもう本当にね、いいライブができて、来られた方々もですね、初雪あの初日、あの函館の1日目に初雪が降りまして、 ねまさにウィンターゲームみたいなね、ことで、やっぱこう、箱立てで雪を見ながら、そして寒かったんですけども、その寒さもまた箱館ての良いところで、最高の箱館てをですね、経験してもらい、そして熱いライブをすると。で、終わった後はみんなね、ご飯食べたりということで、箱館て大満喫していただいたことだと思います。 アリアスは始まりまりしたね自分は11月30日の日本武道館の初日に参戦しますグレイさんは何度も武道館でライブされてますよね武道館は聖書とも言われておりますがテルさんにとって特別な場所なんでしょうか武道館はね本当にあの初めて立った時に98年かなあもっと前か初武道館やった時にねタク郎も本当にこう泣きながら待たせてここに帰ってきたいっていうねメッセージをね皆さんに送って えー、ステージを後にしましまたけども僕のね、あの武道館の思い出っていうのはね、武道館のライブが決まってから、自分で武道館に入ることが今までなかったので、武道館初生系が自分のライブになる予定だったんですけども、拓郎に誘われて行ったビーズさんのライブがですね、武道館ライブの半年前ぐらいにありまして、<laughs> あの、気づいたら武道館の会場に、 いたというですね。<laughs> なので、自分のそのライブで初の武道館っていうですね、夢がその瞬間途絶えてしまったっていうですね、そんな思い出があります。武道館というとね、あの、ホームグランドにしたいっていうね、思いで、何度も何度もあの、やらせてもらっているので、ホームグランドとして、3 d a デイズ、ね、公演がありますけども、なんかそういった形で30年間ずっとね、あの、お世話になっているので、今後もね、あの、武道館でやれるようなバンドで、ね、あり続けたいなと。 思っていますので、武道館にね、参加される方も特別な場所なので、声がですね、上から降ってくるっていうね、もう本当にすごい素晴らしいあの会場で、ね、僕らも本当に行くのが楽しみで、毎回ですね、本当にこう、武道館に行くことがなんか自分たちの成長過程というか、また今年も武道館できたで、来年も再来年も頑張ろうっていうね、そういった基準になったりするので、はい、ぜひともですね、楽しみにしててほしいと思います。